光見てたからかな、画面がめっちゃ暗く見える。気のせいかな、私のただの画面、私の画面がね、画面の明るさが。光見て、あの、なんてライト見てたからかな、ライトこのなんていうリングライト。こんばんは。あれだね、切れるまでですね、このマークは。もう巻きが意外と保ってる、ちょっと見づら自分で。いや、止まってないわ、そんな。もう汚くなってる。何もスプレーしなかったから。TikTok 撮ってた、さっき TikTok 撮って、みぞちゃんの水曜公演の練習してた。覚えてた曲。いいじゃん、いいじゃん、ブーンと持っていける。手紙なしだと変かな。別に変じゃないよ、変ではない、全然。手紙ない方もいるし、ある方もいるし、変ではない。ありがとうね、手紙だけでも嬉しい。キツネダンス、キツネダンスは踊ってない、やってない、違うの撮った。なんかいろいろ撮った、あの水曜日のカンパネラさんの曲撮った、と他エイジソン、いろ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 とった。でも前に撮ったやつもあるから、それから載せるね。ちょ、まだ載せてない。それ載せよう、載せて、ちょっとずつ載せる。それ一つじゃない、何個か、三つぐらいだったかな、撮ったけど。まあ今度載せます。なんか眩しいな、ずっとつけてたからかな、撮ってる時。ちょっと暗めにしよう。ちょっとだけ暗めにしよう。これ自分で結んだ。全部自分巻いたの。スプレー何もしなかった、オイルしかつけなかったから、すごい落ちちゃったけど。これさ、ライトないとやっぱ暗いのかな。最近ちょっと暗いね。暗いわ、つけとこう。若干明るくなっちゃう。いつもより暗めにしてるけど、ライト眩しい。たぬきダンスもできたらしい。たぬきダンス、それは知らないわ。キツネダンスしか知らない、うん、よく知らないけど。
すぐ近く、なんかね、そう、携帯のそう、なんか携帯セットできるタイプのやつだから、すぐ近くだよ。見た、コンサート時はケープで、コンサートケープ、うん、ケープじゃない時もあるけど、スプレーで固める、取れないようにね、巻きが、こうワックスつけたり、このカールが取れないように、巻きが取れないようにしたりとか、簡単に崩れないように固めたりとか。今日は固めてない、あら、取れちゃった。晩ご飯に信頼の態度が口に入れたりは取れない。え、そんなに、そんなに続く。続きすぎじゃない、嘘。いつ食べたか知らないけど、さっきかもしれないしね、それだったらあれかも。確かに食べてちょっとした後は痛いかも。痛い、痛い、いや、ちょっと腫れてるっていうかな、違和感みたいなあるかも。美味しいけどね。食べてから3時間くらいかいる。いや、めっちゃ経ってるじゃん、時間。え、そんな続くっけ。え、ちょっと、私どんぐらい経ったかな。でもそんなに食べて1時間後ぐらいにもう引いてた感覚だけど。いや、覚えてないや。朝一で辛ラーメン食べてるや。朝からハード、すごいヘビーだね。ヘビーだね、朝から目が覚めそう、そんな辛いもの食べたら。今度食べるのは、辛いやつ売るのは明後日。明後日時間があれば食べる。でもね、近いうちに食べたいよね。まださ、こう辛いの最近食べてなかったからさ、そういう辛ラーメンとかそういうやつ食べてから、あんまり間が空かない方がいいよね。いや、でも明日、明日はちょっと違う、明日は違う、食べて明後日ぐらい。このラーメンはね、本当に辛い、韓国のブルダックポックミョン、これはね、本当に辛い。辛ラーメンよりも辛い。ハードフにライオンの味かける曲だ。おい、そんなかけない。そんなかけたらもうライオンの味しかしなくなっちゃうじゃん。ライオン、なんかさ、プッシュするタイプのライオンでさ、最近使ってるのはそれ3、4プッシュぐらい。3、2から4ぐらいかな。2、3以上かけちゃうな。3だ、3、4ぐらい。スノーボードじゃ辛くないから、そう、家で食べるとき、そうする。
ティッシュそんぐらい。ライオン、でもライオンはそんな、なんか食べるもの全部にかけるわけじゃなくて、合うやつとかにしかかけない。マンゴー豆腐となんかその卵スープみたいなにかけたりとか、あと何かけるかな。でもそこまで使わない。あとでも餃子は普通だもんね。餃子食べるときにみたいな、あの餃子タレに。なんかあるかな。そんぐらいか。あとさ、食べるラー油みたいなのあるじゃん。あれも好き。あれでも結構辛いよね。食べたことある人いるかな、食べるラー油。普通のラー油イメージして食べたら、でちょっとかけてご飯にかけて食べたら意外と辛かった。なんかそこまでかと思って食べたら結構辛くてびっくりした。あれ美味しいよね。でもあれのニンニク入ってるタイプのやつが好き。なニンニクが入ってないタイプのやつも売ってあるの。でもニンニク入ってる。お母さんはね、その食べるラー油、餃子食べるときに餃子のタレに食べるラー油入れて食べてた。確かにそれも美味しそう。私はやったことないんだけど、普通のラー油入れちゃういつもそれもいいなと思いつつも普通のラー油入れちゃうんだよね。餃子最近食べてないな。餃子食べたい。餃子も好き。ニンニク好き、ニンニク好きだね。ニンニク美味しい。前までなんかそんな普通ぐらいだったんだけど、ニンニク普通ぐらいだったんだけど、なんか何年か前からあれかな、ニンニクなんかそこまでなんか普通って感じだったのに、別に嫌いでもないしめちゃくちゃ好きなわけでもないしみたいな、普通みたいな感じだったんだけど、あれかもね。二郎系のラーメン食べるようになってさ、ニンニクとかさ入れたりするじゃん。あれの松本の辛麺とかニンニク入れるのね。でその量どのぐらいとか選べるの。それで好きになったのかな。それまでそこまでさ、なんかニンニクをこうあんま食べる機会、なんか調味料でニンニク入ってるけどみたいなレベルしかなくって、増本はなんかなんだっけな、スプーン一杯分とみたいな、こうなしか、なんかどんぐらいだったっけな、4段階ぐらいあるはず。なしと4分の 1? ちょっと少ないやつと2分の1とスプーン1杯分みたいな。スプーン1杯分入れちゃうしかも4段階やった。さっき見たら画像さっきの配信時かな、そう見てた時書いてた。美味しいよね。最近食べてないな、辛麺も。松本の辛麺が美味しいですよね。他の辛麺屋さんも行ったことないか分かんないけど熊田、トッシー、ベビースタマンさん、熊田ありがとうございます。ありがとうございます噛んだ次、くまちゃん。水色だね。ちょめめと1週間お疲れ様、嬉しむ頑張られ、ありがとう。もう1週間経ったのか。え、もう1週間早っ。早いね。ペン何色だっけ。水色。もうそんな経ったんだ。
早っ。なんかさ、いつものさショールームイベントの時はさ1週間じゃん、1週間で終わったって感じだけどさ今回なんかめっちゃ早く感じるんだけど、気のせいかな、なんでだ、いつもより早く感じる。男子ベビーズタマンさん、あ、間違ってこれ剥がして書いちゃった、めっちゃ手が弱くなっちゃう。タッシーウィスタマンさん、クマタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、あります、めっちゃ多くなってありがとうございます、皆さんたくさん、あ、剥がれてる、ありがとうね、たくさんありがとう。これどうやっちゃったら、よいしょ、 OK、 ありがとうございます、たくさん、なんか斜めに、あ、そういうことか、こう携帯とさ壁がさ平行じゃないから斜めに見るだけか、携帯のこう映ってると壁がさこうな一緒の平行じゃないだからか、そういうことか、うんうん、ひろのりさんもクマタワーありがとうございます、ありがとう、クワクワクマタワーありがとうございます。あ、そういえば前の時さ、私さクマ持ってきてたよね、クマのぬいぐるみあるんだよね、そこに持ってこようかな、そういえば次吹き出しだよね、え、まだ見えるね、書いて持ってこよう、しようかな、え、あれし、口口横にずれちゃった、もしかして、なんか若干ずれてる、うん、ダメだ、下手くそだ、未だにひろのりさんクマタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ハロー、一応テープだとかか貼れてるけど、気づいたら落ちてるからな、とりあえずここだけ、あと、あ、どうしよう、いや、こっち頑張ってこう、
ありがとうございます。ありがとう。珍しい、私の配信基本あのモノクロなのにこういう壁に貼ってるの。じゃあくまちゃん持ってくるわ、すぐ取ってくれる。皆さん、クマタワーありがとう。クマちゃん、クマずっとベッドにいる。そうか、何センチぐらいあるんだろう。40センチぐらい、40ありそう、大きめの。コストコのクマ、コストコのクマはね、クマちゃんいつか飼いたいんですよ。あれいつか飼いたいの、大きいやつを。でもそう、でもね、今飼うと占領される部屋を、あのクマに。買えないんですよまだ。お、めっちゃ可愛いタワーありがとうございます。ありがとう、めっちゃ可愛いタワーありがとうございます。可愛いタワー、クマに譲れば、クマに譲る、そう、クマに譲って私違う場所で生活する。まさかの。私玄関ちょっとやだな、でもさ、クマのための部屋みたい。2月24、めっちゃかわいいタワー、グランツさんめっちゃ可愛いタワーありがとうございます。ありがとう、クマ、クマちゃんありがとうございます。ありがとう、ピントが合ってないよねきっと。ありがとうございます。ハロー、本当に色のさ規則性がない。適当に色選びすぎてバラッバラ。よし、ありがとうございます。クマ喜んでる、クマ。
もう目が見えないんだよなこの子。ここに目があるんですけど。隠れてるちょっと。幼稚園ぐらいからずっと思ってる。幼稚園かな、幼稚園かその前ぐらいから。ずっといるんですよ。色が変わってるよね。色が合わせちゃって、そういう元の色、赤っぽい色変わっちゃった。なんか元の色かな、そもそもが分かんないんだよ。ここにさタグがあるんだけどさ、もう気づいたらこんなになってる。今気づいた、タグがあったんだみたいな。もう半分ぐらいないんだけど。あ、4時何分だ。ランキング読まないといけない。13位からランキング読みます。ちょっと13位から、13位、パチリスアットマーク台湾さん、ありがとうございます。すごい飛んでるここ。汗が。12位イルカさん、ありがとうございます。11位、お豆さん、ありがとうございます。10位マルさん、ありがとうございます。9位アラカトルさん、ありがとうございます。8位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。7位 WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。6位トアさん、ありがとうございます。5位香港の春もアットマーク最高ツインテール強化おじさん、ありがとうございます。4位ラスカールさん、ありがとうございます。3位トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。2位ひろのりさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信もこのスケジュールでするので、朝の7時からです。朝は7時からですね。で夕方の配信、11時からの配信で、もう夜がいいかな、それとも8時からにするか。11時から見えない人もいるかもしれない。夜の方が多いかも。夜の配信であれする、あのチョコボールあげます。こないだ買ってきたチョコボール6個だけなんですけど、それをあげます。今ちょっと冷蔵庫にいるから溶けないように。それをあげる配信で20時からそうしようかな。20時からの配信だけを話します。じゃあもうちょっとで切れちゃうかな、30秒。じゃあ明日も朝から配信よろしくお願いします。朝7時からですね。今日と全く一緒のスケジュールで。少ない。そう、6個しか買わなかった。じゃあまた今度いつかするかもしれない、箱買いを。いつか。じゃあそろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。バイバイ、ありがとう。おやすみ。またね。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。バイバイ。長い。ロスタイム。おやすみ。バイバイ。今日長いな。久しぶりに長い。寝ずい。一分あるよこれ、ロスタイム。寝ずいなさい。
切れない。